はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ゆじたそでござい、ます。はい、でね、えー、私のポケモン、バリーさんでございます。みたいなね、感じでもやっていくんですけど、えー、まあまあ、そういうことは置いといて、まあね、えー、今日は、えー、お身近に説明いたしましょう。えーね、まあ、知ってる方は、多分まあ、知ってるわ、言うてアンチコメント残すんでしょうけど、うん。 知らない方がいるのでね、やっぱり知らない方に教えてあげたい。えー、その一心で私、こう、今日の動画を出したいと思います。はい、えー、今日の動画はね、タイトルにもあったように、えー、効率よく、ね、ポケモン GO 出ましたね。あれの経験値を効率よく、ま取る方法みたいな。ま個人的にね、サイトとか見たわけじゃないんですけど、個人的にやってて、あれこれでいいんちゃうかなと思ってやってみて、ま、すごく、えー、 おーってなったことなんですけど、まあ、知ってる人はごめんなさい、えー、知らない人は覚えてねはいえー、でね、えー、私、えー、これ何が必要か皆様ポケモン GO で経験値を人より倍ゲットしたい場合は幸せの卵を使ってくださいはいっていう って今のでなはってなった人います。はってなった人いますよ。まあ、当然います。でもね、幸せの卵を使ってください。まあ、これは間違いではないんですがで、これではありません。はい。これだ当然ありません。でね、皆様お気づきの方はいらっしゃいますね。えー、ポケモンをね、えー、進化させると500の経験値がもらえます。500の経験値って割となかなかですよね。えー、ポケモンを 5体捕まえたら500の経験値、うん、でも進化させる段階でやっぱポケモン捕まえてるからその経験値っていうのはちゃんともらえてて最終的に <laughs> 進化させるときに、うん、500の経験値がもらえるこれすなわち、えー、今まで近くに出てきてもう例えばポッポとか、はい、あのコラッタとかもういらんわって言ってゲットしてなかった人これは、えー、当然ゲットしてほしいむしろレベルを上げたいなら えー、ゲットしてほしていなぜかというとポッポいやコラッタコラッタをラッタにするのには25個の玉が必要25個の玉を取ろうと思うなら7匹ぐらいのポケモン7匹のコラッタをゲットすれば大体コラッタをラッタに1回進化させられますはいあの飴玉みたいなのが手に入るんでね玉が雨がな,んか弾がなんか手に入るんではいそれで、えー、500もらえますさらに言えば、えー、ポッポ こいいつが一番俺の中で美味しいと思ってるポッポはすごくたくさん出るでもポッポってポッポからピジョンにするまでに 12, だったっけな、うん、12玉ぐらいで確か進化ができるんですよってことは4匹捕まえたら4匹以下でいいんで3.5ぐらいなんですけど4匹捕まえれば500もらえるんですよ経験値が お分かかりですかじゃあさこれを貯めていこうと僕は200まで貯めましたあの200だからまあ大体まあ50匹以下、うん、40何,何匹50匹ぐらいかな捕まえましたはいで打って打ったりしたらまあ200ぐらいになりますこれ貯めてやりましたところまあめちゃくちゃもらえるね うん、進化もう進化もう進化の繰り返し500500500 500 500 <laughs> でもねこの後に気づいたことがあった幸せの卵これを使えばさらに2倍なんで1000000000000ずっと1000だから貯めて、えー、ポッポの玉、えー、ラッタの玉今まで自分の周りに出てくるザコやけど進化しやすいポケモンのア、えー、を貯めて 一気に幸せの卵を使って、えー、ね1個配合させていったらせんせんってガッポリもらえますガッポリもらえますそうするとえー、ねランクが上がりポケモンも強くなるえーえっとキャラクターっていうか自分の、えー、主人公のランクによってキャラの強さが強くなります てなわけでね、えー、ランクを上げることによって、えー、ポケモントレーナー、ポケモンマスターへの道が、えー、皆様、えー、切り開かれると思います。のためにはね、こういう細かい小ネタもね、挟んでいってほしいと思います。まあ、僕個人的にそう思いました。はい、まあ僕自身、そこまでいいほどポケモン GO にはハマってません。あのゲームはすごく危ないゲームだと俺は思っております。でもね、楽しいことは確かに事実でございますので、えー、皆様、 本気でポケモンマスターを目指している方は、えーまあ、この動画知って、この言ってることは知ってる、俺が言ったことを知ってる人はたぶんたくさんいます。たぶんね、います。でもね、知らない人がいるので、えー、今回言わさせてもらいました。えー、それではね、えー、皆様参考になったらいいと思います。えー、もしよく参考になった場合、えー、グッドボタンの方よろしくお願いします、えー。参考にならなかったら知ってる、気持ち悪い、死ねえとか思ったら、もうバッドボタン押してください。はい。えー、それではチャンネル登録、えー、高評価の方お願いします。See you!